ゆきちゃん、何考えてんの？別に、朝がゆ定食食べたいなとか、ファミレスとかでもいいんだけどね。本当は中華街みたいなちゃんとしたとこで食べたいんだよね。はい、やるか。後藤美希さん。あ、はい。私、加納彦左衛門と申します。オーディションのお誘いに参りました。オーディションですか？仕事のことなら事務所の方に。お宅の事務所にはお話申しております。決して悪い仕事ではありませんよ。謝礼金の方も合否にかかわらずお出しいたしますし。でもお金とかそういう問題じゃなくて。あなたにとってとても良い結果につながる仕事ですよ。外国にまでもこのポスターは大々的に貼り出されるのですから。おや、すいません、なんて親切なのかしら。おはようございます。みきちゃん。かちゃん、久しぶり。髪の毛切ったんだ。ちょっとだけ。かわいいじゃん。本当。すっごい久しぶりだね。1年ぶりでしょ、もしかして。知り合い？うん、前に一緒に仕事したんだよね。うん、パソコンの CM ね。うん、私さ、何も聞いてないのよね、この仕事。もう急にスケジュール入ったからって急に呼ばれてさ、もう慌てまっくりで支度してきたはいいんだけど。あ、私ピアジョの久間みちる。フロイラインに出てる人でしょ。うん、ピアジョって言えば聡子ちゃんいない？いるいる。元気だよ、もういつもね、遊んでて仕事とかボンボン飛ばしちゃって。スノボやってんのね。うん、で真っ黒で、もうなんか。こんにちは。日焼けサロンかなんかに2週間ぐらい通って真っ黒好きになっちゃって。私もこのお仕事よく分かってないんですよ。大変。前に一緒にお仕事しましたっけ。私人の顔負けたの。え、前にオーディションであなたに負けたの。ボロによってなんか覚えてないの。誰が車運転して帰ったん？なんかベロンベロンに酔っちゃって見せてたのはいいんだけど、事務所に電話しなくちゃいけなくて、で外とか電話した時に中島さんが言って。気分悪いんですか？私
い。え？アリスになっちゃう。アリス？大丈夫よ。まだみたいだから。アリ。あんたいくつ？15。事務所どこ？事務所って？所属。2年ふぐみ。それってボケ？よく言われる。誰か突っ込んであげてよ。お待たせしました。後藤美希さんはいらっしゃってますか？あ、はい。ジグマックプロから参りました後藤美希です。あ、どうぞ。結構いろいろ仕事してるんですね。いや、そんなことないです。特技歌ね。はい。何か歌ってよ。今ですか？そうね。カラオケとかもなしでですか？ああ、はい。このオーディションに歌は必要あるんでしょうか？そうですよね。関係ないですよね。ジュリです。王麗華です。久我美千留です。正嗣翔子です。四方田千紗です。以前からモデルという職業、モデルということに憧れていたので、最初はスカウトで。お姉ちゃんが勝手に応募して勝手に受かったんです。雑誌の専属モデル募集というのに自分で応募しました。今日が初オーディションです。自分ではすごい明るくて能天気で、おっとりしてると言われますけど、ちょっとせっかちなんで。自分の性格は正直言ってよくわかりません。おとなしいです。さっぱりしているとは思うんですけど、さっぱりしてるんです。印象に残るようなモデルさんになりたいです。楽しいからやってるっていう感じですね。女優さんとは違うんだけど、いろんな自分になれるところ、身長とかもまだまだ伸びて、それですごいかっこいいモデルさんになりたいと思ってます。初めてのオーディション。まあまずまずってとこじゃない？まあどっちが勝っても負けても恨みっこなしってことね。はい、後藤です。今留守にしていますので、ご用件のある方はメッセージをお願いします。交際者の川崎です。どうも。本日のオーディションにご参加くださいましてありがとうございました。審査の結果はですね、後藤さんにご出演いただくことに決まりました。ロケの日程などその他、後日事務所の方へファックス入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。私
った。あなたも受かったんだね。私千佐です。山田千佐。私後藤美希です。よろしく。よろしく。低いのね。愛想がないのは勘弁してよ。おはよう。みんな一緒だ。私そうだ。頑張ろうね。ってことはジルちゃんってことでしょ。とっくに来てるよ。おはよう。ってことはあの子も。現場あっちになりますので、はい、じゃあここをベースとしますので、スタッフがセッティングしてる間ここで着替えしてください。何なのここ。20年ぐらい前に温泉出ること当てにして作ったんだけど、完成する前に会社潰れちゃったんだって。機材班にあっちです。すいません。テレビ静岡の取材なんですが、ちょっとインタビューよろしいですか。はい、ではこちらお願いします。いいもん持ってんじゃん。おすごい。ちょっとこっちも撮って。こっちがまっすぐ、ピンクがボスと思うんですよ。森じゃない、ここ。私はまだモデル始めたばっかりで、はい、今日は初めての撮影なんです。じゃあ張り切ってきてるわけですね。はい、どういう商品に残したいか。
あのカメラの人、バスのすぐ脇にいたでしょ。覗いてたんじゃない？結構有名だよ、あの人。 ACC 賞とか取ってるし。詳しいね。私、マジでやってるから、この仕事。ねえ、ちさちゃん、どうした？誰か、私たちを見てる。ちょっと待ってくださいよ。急にそんな。トラブルか。よくあるよね、仕切り悪いっての。ちさちゃん、すいませんけど、ちょっと待っててくれますか？すぐ戻りますから。ちょっと待ってください。どういうことなんですか？ロケバスの戻りましょう。どういうことよ。私この服嫌い。ああ、早く帰りたいな。あの人たちについてった方がいい。どうしたのこの人。でもここにいなさいって言われたし、ここにいた方がいいと思うんだ。時計なんて持ってるわけないでしょ、この格好で。こういう時どうしたらいいの、モデルは。こんなとこいてもしょうがないんじゃない。一回戻ろうよ、バスに。ねえ、どうするの。でもそうね、戻った方がいいかも。僕の前で君は
ワンダーランドへようこそ、アリスたち。